水流寺は、富山県高岡市にある、総当州の仏教寺院。三号は、高岡山。本尊は、釈迦如来。海貴は、加賀前武三代目、当主、前田利常。海山は、広山広史高岡城を築城してこの地で亡くなった前田家二代目、当主、前田利長を弔うために建立された。仏殿、報道、三門の三宗が、 金星全集様建築の代表作として、1997年に国宝に指定されている。これは、富山県下における初の国宝指定であり、2020年11月、現在も富山県唯一の国宝である。2015年4月24日、加賀前田屋ゆかりの町民文化が花咲く町、高岡大臣、技、身体の構成文化財として、日本遺産にも認定される。 加賀藩二代藩主、前田利長が織田信長、信忠の追善のため、1594年金沢に創建した宝園寺が、随竜寺の前身である。利長は1605年、44歳で家督を、異母帝のと常に譲り、自らは隠居した。利長には、実施がなかったため、30歳以上年下の異母帝で、当時まだ少年であったと常を養子しとしたのである。 隠居後の年長は、金沢から富山に移転するが、富山城の炎上を機に、高岡に移り、ここに新たに、高岡城を築いた。前述の宝園寺は、年長死去の前年である1613年、高岡に移された。前田年長は1614年没し後を継いだ三代藩主、前田利常は、宝園寺を年長の菩提寺とし、 年長の法名を随流院にちなんで寺名を随流院と改めた。前田利常は1654年から随流院の伽藍の本格的整備に着手したからとする説もある。建築工事は加賀藩お抱えの大工藤山上千恵門家広氏が頭領となって進められた。山門、仏殿、報道が一直線に並び左右に回路を巡らして 書道を対照的に配置する、ガラン配置は、中国の計算万寿寺に習ったものといい、ガラン整備が完成したのは、年長の50回期にあたる1663年、頃であった。随流寺は近世を通じて、前田家の手厚い保護を受け、事業300国を有する大寺であった。1746年の火災で山門を含む、ガランの前半部分が消失し、 三門が再建されたのは、それから約70年後の1820年であった。江戸時代には、草門と三門の間の総道側に市町、清湯、大栗側には浴室があり、七動伽蘭が揃っていたが、明治時代に入り、加賀藩の被護を受けられなくなり困窮し、部材を売るため解体され現在に至っている。1985年から大規模な修理を総工費。 約二十三億円をかけて行い、約十年かけて完了し、その後、九百九十七年十二月三日に国宝に指定されている。これは、新規の国宝建造物指定として九百六十七年に法流寺高風像が指定されて、以後三十年ぶりであった。二千年より春に三日間、夏と冬は二日間、寺院のライトアップと夜間廃館を行っており、 冬は2011年から毎年2月に夜の祈りと大福祉として行われている。大修理以前の随流寺は全道が現在の3分の1の規模、大栗に至っては明治時代初期に解体された建物は全く残ってはいなかった。1985年から行われた大修理では、まず解体、発掘調査などが行われ、 建物があったことを示す基礎の大石が現在地で見つかったほか、寺院内に大栗の建物に使用されていた数多くの木材を確認、また、隣市の先行寺に大栗の玄関部分が移築保存されていることが確認され、大栗があったことが証明された。これにより、文化庁は、これまでなかった大栗を回廊の付属物扱いとして復元を異例承認し再建。 全道も元の大きさに戻した。また、大茶室は、調査により、創建当初の建造物で価値の高いものと分かり、もともと国の文化財指定は受けていなかったが、大修理対象となり修復され、左右対象の本来の仮ン配置に戻った。また現在は失われた、七巻与頭の秉装の後、浴室の書籍を、発掘調査で確認している。 これらの二つの建物は将来再建し、七動画欄を完全復元する構想があり、すでに設計図が完成しているほか、回廊は昭和尚は平成の大修理で七動画欄復元を前提とした建築となっている。画蘭配置図 A、総門 T、三門 B、仏殿 G、報道 Y、浴室跡 N、清湿島跡 R、大栗 Z、全道 H 大茶道仏弦平面図草門山と仏弦報道前道大栗このほか、絵画や牧石などの文化財を多数有する。寺は北陸新幹線、JR 上花線の新高岡駅と愛の風と山鉄道、JR 氷見線、JR 上花線の高岡駅に挟まれる場所に位置する。寺のすぐ西側を上花線が通るが、寺の近くに駅はなく、 新高岡駅、または高岡駅からのアクセスとなる。水流寺からまっすぐ東方向に、長さ八丁の山道、八丁道が伸びる。東端には、前田都永長の墓所である、前田都永長所があり、水流寺と結んでいる。ありがとうございます。